タトゥーを履いてる外国人の人はみんな日本の温泉に入れませんよということを話題にしようと思って2人で今日動画を作りたいと思いますのでよろしくお願いします。はい、お名前って。はい、お名前はマリです。マリちゃんと、まあ今日2人で、マキシーとマリで動画やってます。イエーイ。で、外国はね、不思議なんですよ。はい、不思議で、はい、ドイツはすごい日本かっこいいなと思う人がですね、はい、この愛っていう、愛の感じ、愛って書ける？愛書けるよ。書ける書ける。ちょっと書いて。書けるよ。わあ。見えない見えない。書いてる書いてる。よっしゃ。これをね、かっこいいと思ってタトゥーにする人いるんですよ。愛。愛愛愛。で、愛をタトゥーにして。日本に来て温泉に入ろうと思うと来られますよね、てかタトゥーを履いてる人って日本はあんまりいないんですよね、そのファッションでやってる、ちょっといるけど多くない。ヨーロッパみたいに多くない。ヨーロッパとかアメリカみたいにはいっぱいいない、タトゥー入れてる人は。だからすごい面白いのは、あんまりなんかみんな真面目にこう日本語を勉強して漢字をこう読めるようになってタトゥーを入れるんじゃなくて、ただそのなんかシンボルとしてなんか不思議だなとか面白いんだなみたいな感じでみんなこうタトゥーを入れるんですね。でそうすると日本はそういう文化がないから温泉とかにも入れないし、そうね、そう、日本の温泉とプール、あと銭湯ね、タトゥー入ってたら、入れない、 NG のとこは多いね。そうだから、そういう観光で来てる人は、日本だとそういうなんか隠すためのタトゥー、いや、そういうなんか、なんて言うんだっけ、隠すやつ、なんかそう、なんか売ってる、ファンデーションみたいなやつ、いや、ファンデーションじゃなくてシールみたいな、なんか売ってるらしくって、みんなそれをなんか買いたがるんだけど、どこで買えばいいかわからないっていう。ロフトとかで売ってるのかな、普通のドラッグストアではあんま見ない。松本清とかあるじゃない、ドラッグストアでは見ない。でもなんか温泉だとさ、タトゥーが入ったら入っちゃダメっていうのは書いてあるけど、ただそういうシール売ってないから、結局タトゥーがあって、でもシールがないとだってその時入れないよね。だったら行く前になんかこう買った方がいいような気が。私も日本人だけど分からないんだけど、タトゥーは隠したら温泉とか入れるのかな、隠せば OK なのかな、それが分からない、どうなんだろう、謎です、あとなんかうちってその見た目がこう見えるかもしれないんだけど、これって日本語ってなんていうの、まつげ、まつげはでね、日本人みたいに、こう、日本人みたいに、これ、真っ黒じゃないから、ドイツだと美容師でこれをこう染めることはできるんだよね、ドイツでは染められるんでしょ。そう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 、なんかね、別料金でこれをなんかね、真っ黒にすることはできるんだよね、だからもちろんそのペアマネントメイクをして、ここにこうハイライトを入れる人もいるし、ここにこう色を染める人もいるんだけど、すごい流行ってるのが、そのここの色を黒くこう、染める美容院で染められるんだよね、ドイツは。そう、日本はそんなのないから、マキシから聞いてさっきびっくりした。いや、私もなんかびっくりした。日本でやってみたら、そんなできるんですかみたいなドイツはだから別料金800円ぐらいでみんなこう、やってくれる。安い、日本の美容師さんに多分それ怖い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 、できない、無理無理無理って絶対言われるから、ドイツの美容師さん何のなんか液使ってんだろうって思った。でもなんかやっぱりうち日本でその髪の毛を切るって結構難しいんだよね、色がこう違うから、あとこう細いから、
一回例えばデジタルパーマでちょっとなんかやってみようと思っても、うん、なんか全然なんかこう意味がない、うん、かかんないパーマかかんないんだって、うん、で結局なんかどこのところでこう、うん、高いお金をかけても、うん、あんまり日本人と髪の毛違うから、で、うちは結局諦めて、うん、そう、おじいちゃんとかが行くような息の1000円カットにしてます、そうだから日本で1000円カットにして、うん、でもやっぱり例えば東京だったらそういうなんかロシアのモデルとかはいるから、うん、そういうロシアのモデル専門のところに行けば、うん、多分金髪の髪の毛にこう慣れてきてこうハイライト入れる、うんうんうん、できるかもしれないけど、そういう場所があるかもしれない、うんうん、でもなんかよくわかんないからとりあえずうちは1000円カットでやってます、うんうん、今のところやってますそうなんか外国だったらこう怖くないですか、例えば髪の毛を切るとか。怖いです、だって毛質が違うもん、もう外国人、うん、日本人とアジア人とあれかヨーロッパとか、うんまあ、みんな違うからやっぱりね、他の国の美容室は怖いよ、やっぱり。うん、怖い、うん、でもなんかドイツに住んでる日本人もすごい面白くて、うん、なんか最初みんなね挑戦するんですよ、うん、そのなんかドイツ人がやってるところにこう行ってみると、うん、そうするとみんなねすごいなんか面白い格好して、うん、で友達こうみんな笑っちゃうじゃん、周りのこう日本人がその結果を見て、うん、日本人の髪の毛にこう向こうの人も慣れてないから、うん、だからなんかすごい変な格好をしてる友達、うん、で結局、うん、ドゥスルドルフという町に日本人がたくさん住んでるから、うん、そこだとその日本人専門のお店があって、うん、普通のこう、ね、ドイツの店より高いんだけど、うん、みんなそこに行って、うんうん、やってもらおうか、日本人の子はドイツの高いお店、その日本人専門の店で切ったりやってしてる、うん、あとなんか学生だったら普通に友達に来てもらおうとか、うん、ああそうだね、うん、でそうだね、男性だったら、うん、本当になんかあじゃあ普通にハサミで適当に切ってみたいな、あそうだ、ね、女性はどうかだよね、うん、女性はやっぱりみんな、うんうん、その日本人が住んでる町に行って、うんうん、そこで切る人が多かった、うんうんうん、なるほどね、うん、日本人は髪が、まあ、人にもよるけど多分太くて強いんだよ、ヨーロピアンに比べて、でもマキシでももっと細いから、うん、だからね、なんだろう、広がりやすいんだよね、ぶわって、うん、だから結構なんだろう、テクニックが必要なの、切るのに少なくするっていうか、いやそうそう、だから日本ってさ、うん、みんな少なくするじゃん、うん、でもうちもともと少ないじゃん、うんうんうん、だから日本のお店に来るとみんな少なく、うん、やめてよもう少ないから少なくしないで、そうやだみたいな、こっち多分切ればそう綺麗になるんだよね、うん、おしゃれになるの、うん、日本人がバッてやったらなんかすごい昔の人形みたいになっちゃうの、なんかそうだから少なくする必要があるっていうのはある、うん、そう、あとなんかすごい思ったのは、ドイツだったらその髪の毛を染める人が、うんまあ、金髪の人もいれば茶色とか黒い髪型をしてる人もいるんだけど、そうするとその染める色がいっぱいあるんだよね、うんうん、でこう金髪の種類とか、うん、その茶色の種類とか、うん、赤いというかオレンジっぽい髪型をしてる人もいるから、うん、でも日本だったらどっちかというとその黒とブラウンとか、うん、黒とブラウン、そうだね、黒をねブリーチすると 金髪とかできるんだけど、うん、やっぱりね真っ黒な人は色抜くの難しいんだよ、うん、でそれでちょっとねバリエーションが狭くなるんだよね、うん、マキシンみたいな色にしたかったらすごい色をいっぱい抜かないといけないの、これを、うん、でなんかすごい白みたいな色にした後に結構パープルとか赤とか入れられるって、うん、すごい痛むって言ってた、うん、友達が、うん、でもうちの場合はもともとこういう色だから
からさらにそれを、うん、金髪にしようと思えば多分同じ感じ、うん、でもなんか少しだけ色を変えると、うん、本当になんかいろんななんか茶色の組み合わせとかがお店の中で売ってるから、うん、なんかそういう面でもなんかちょっと違うんだよね、うんうん、だから日本で普通にお店でこう色を変えてみようっていうのはなんかすごい勇気がいるっていうか絶対やりたくない、うん、怖い怖い、あ、うん、そうなんだ、うん、知らなかった、いや1000円カットって髪染められる、あ、髪染められないのか、うん、染められない、だからカットオンリーにして、でも元からなんか色綺麗だからなんかね、1000円カットでも全然可愛いと思う、私はびっくりしたさっき聞いて本当に見た、うん、でもなんか、うん、1000円カットで、うんうんうん、まあやってますそのうち多分東京の中でその高級のお店を調べてもっと金髪にしてみるかもしれないけど、今はそう楽しみだね。なんかみんなどうですか、モデルとかで、うん、なろうと思ったことありますか？ありますか？ありますか？モデルになりたいって人いるね、多い、うん、今アイドルとかね、うん、前はさどういう仕事してた？私、うん、私はね、前はモデルのマネージャーやってたの、今はライター、うん、そう、だからもしこの動画を見てなんかモデルになりたいと思ったら、ここの貼ってくる動画をぜひ見てきてください、見てきてください、なんかその前の仕事の経験を生かして、生かしてどうやって隣に出てモデルになれるかっていうのをぜひ、はい、見てきてください。ウエストネスマイチュー。